チャイは日本のガールズバンド。ネオかわいい、コンプレックスはアートなりというコンセプトを掲げて活動している。ニューエ液サイト女バンドを標榜するネオかわいい4人によるガールズバンド。ツインボーカルのマナとカナにユウキとユナのリズム隊で編成。楽曲制作ではマナとカナで大まかに曲を作り、ユウキが歌詞を書いてアレンジは全員で行う。パンク、ダンス。 オルタナティブなど好きな洋楽をノンジャンルにインプットして自分たちなりにアウトプットするロックサウンドとインパクト抜群の個性的な佇まいは多方面からの注目を集める。松永良平は一度でもライブを見れば実際の彼女たちの演奏力は大変なものだと圧倒されるし奔放なキャラクターも含めて音でも言葉でもしっかりと伝えたいものを持っていることがはっきりとわかる。 と評した。madamefigaro.jp のインタビューでは、彼女たちが持つ、可愛いという感覚の根っことして、自分たちは、一般的に可愛くないし、スタイルもそこそこで、良いも悪いもないし、完璧じゃない人だから、コンプレックスが歌える。完璧じゃないからできる音楽がある。人は絶対、何か一つ可愛いものを持ってると思っており、その部分を、 ネをかわいいと言って広めたい。またもともとディーボみたいなシュールで面白いロックバンドが好きで、これを女性でもできるっていうのを見せたいし、いろいろな種類のかわいいがあって、考え方や振る舞いや話し方とか全部に対して、かわいいと言いたくてこの二つの思いを掛け合わせたと述べている。バンド名の由来は、ジャムを入れて飲むロシアの紅茶。カナは大学でロシア文学を専攻していたが、 ある時先生に連れて行ってもらったロシア料理屋さんで見たチャイの飲み方が可愛かったためまたバンド名を略されたくなくて短い名前にしたかったからピンクを基調にしたポップなファッションと真っ赤な口紅がトレードマークピンク色はチャイの象徴で似合わないと思われてもあえて自分たちが着ることによって人を選ぶと思われているピンクを女性たちにもっと 身近に感じて欲しいと思っている。双子のマナとかな、そしてユナは同じ高校で、その三人が学校の軽音楽部のバンドで東京自閉に愛子をコピーしていたのがチャイを結成したきっかけ。ユ気キは大学で三人と出会い、バンド経験はなかったが、センスが良かったし、いろんな音楽を教えてくれたという理由でベースに誘われた。その当時は、 セロや東京事変などの日本のバンドやディズニー音楽を聴いていた。そこから洋楽を聴きあさるようになり、ベースメント・ジャックス、ジャミロク・ワイ、ゴリラズや CSS などが音楽的バックボーンとなった。2012年、双子のマナとカナを中心に高校の同級生で同じ軽音楽部だったユナと、後に大学で出会ったユキの4人で結成。 同年末より名古屋を拠点に活動。2016年10月12日に死んだいたフィーバーで開催されたソニーミュージックと SXSW ジャパンにて主催のコンテストグランプリいきなり米国フェス出演オーディションでグランプリを獲得。同年12月7日初の全国流通版となる EP ほったらかシリーズを発表。限られた販売方法ながらも Spotify UK チャート36位に収録曲、ギャランブーがランクインされるなど注目される。その後、活動拠点を東京に移す。2017年3月、ソニーミュージックの完全サポートの下、アメリカにて開催された SXSW のジャパンにてステージに出場し、全米ツアーを行った。同年4月、セカンド EP、ホメめロシリーズを発売。 同年10月25日、初のフルアルバム、ピンクをリリースし、iTunes オルターナティブランキングで2位にランクイン。2018年2月に、ピンク、US 版をアメリカのインディーズレーベル、バーガーレコーズよりリリース。3月に、アメリカ西海岸ツアーと2度目の SXSW 出演を果たした。5月9日に、サード EP、わがま、マニアをリリース。10月、 スーパーアルガニズムのサポートアクトとして英国13都市を3週間にわたってツアー。エムステ出演時、タモリさんにタメ口で話し炎上した2019年、桃色クローバー Z にモアウィドゥ o を楽曲提供した演で大晦日には桃色歌合戦へ初出場。特に断らない限りを出展とする。ありがとうございます。